はい、スリープフリークスの水谷です。今回からライブエイトの機能などを実際に曲を作りながらご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。では第1回の今回はライブエイトの概念についてご説明させていただきます。まずライブエイトを立ち上げるとこのような画面になっています。この画面をセッションビューと言います。そしてライブにはもう一つ作業スペースがありまして、こちらの右上にあるボタン、これですね。今縦3本光っておりますが、こちらの上にある横3本、こちらをクリックするとこのような画面が出てきますね。こちらの画面をアレンジビューと言います。どのように違うかと言いますと、縦にトラック、すなわちこちらですね、こういうところに楽器とかを当てはめていってどんどん増やしていく、縦にですね。そして音を作ったのが左から右に流れていくんですね。どういうことかというと、このようにボーカルであったりシンセであったりピアノであったりトラックに当てはめて縦に増やしていき、このような音素材ですね、これを時間軸に配置していくことで左から右に流れていき、巻き戻さない限り戻ってこないんですね。それでは見てみましょう。というような感じで左から右に進んでいきます。そしてこちらの赤い線、グラフみたいな線ですが、これはオートメーションといって、このトラックにまつわるボリュームやエフェクトのかかり具合など自動でコントロールすることができるんですね。ちょうどこのオートメーションはボリュームになっているので、だんだんボリュームが大きくなっていくってことなんですね。それ以外でもこのような音素材を移動させたり、コピーさせたり、いらないところをカットさせたりと、多くの編集を簡単かつ直感的に行えるんですね。まさにアレンジビューってだけあって、アレンジにはもってこいですね。そしてこちらのセッションビュー、実はこの作業スペースがライブの特有の概念でもあり、醍醐味だったりもします。先ほど縦に並んでいたトラックが、こちらでは横に並んでますね。そして各トラックの下にあるこのマス目、これをクリップスロットと言いまして、このマス目の中にクリップといってサンプル音源や打ち込んだミディ情報を当てはめていくんですね。それが上から下に流れていく。ではどういう感じなのかちょっと見てみましょう。このように各楽器が入ったトラックが、ピアノとかパッドとかボイスとかですね、これが横に並んでいて、この色がついてるのがクリップですね、先ほどお話しした。そして中を覗いてみるとこのように打ち込まれています。そして並んでいるこの横一列、この一列のことをシーンと言います。クリップ一つ一つにコードの違うものやフレーズを当てはめることによって、まさにセッションビューってだけあって、セッションっぽく曲のイメージを作ることができるんですね。そしてまだこのセッションビューにはできることがございます。それはっていうようにライブパフォーマンスっぽいこともできちゃうんですね。まあぽいことっていうか、もうライブパフォーマンスですね。なので一人でライブがやりたいとかいう時にはもってこいですね。そして極めつけはこちら、このように好きな曲をトラックにクリップして、こちらのボタン、ここのバッテンですね、ここを押すと
このようにクロスフェーダーが出てくるんですね。そしてこちら各トラックに A、B っていうのが出るので、どちらかに振り分けることによって何ができるかというと、このように DJ パフォーマンスもできちゃうんですね。すごいですね。まさにライブ8の醍醐味はセッションビューにありって感じですね。ということで、次回から早速実際に曲作りをしながらご説明させていただきたいと思います。それでは、ありがとうございました。